青少獣がパレスを作っただと？ないし、パレスに近い空間だな。パレスとしては違和感がある以上、完全とは言えないだろう。青少獣というのは割と何でもありなんだろう。それならこういうこともあり得るんじゃないのか。いや、何でもありっつうか、まあでも神様みたいなもんだからな。その青少獣によってB君はこの異空間の主にされてしまっているのか。B 君が失踪したのもそれが理由か。青少獣に連れ去られて。そこだ。パレスの基準で考えるならそこにどうにも違和感がある。これは我が輩たちの持っている情報とお前たちの持っている情報の両面から考えるべきだな。したのは本当に一瞬でした。でも集中すれば今も少しだけ気配が。その青少獣の居場所は探れそうか。うん、気配は空間全体に広がってて、どこにいるのかまでは。しかしどう攻略したものか。本物のパレスなら話は早いんだが。ここはパレスに似ている。なら同じような方法で攻略も可能なんじゃないか。つったらやっぱお宝だよな。ここがパレスっぽい場所ならどっかにお宝みてえのがあるはずだぜ。お宝はパレスの核だからな。それを盗み出せばパレスはおのずと消滅する。それが君たちの言う戒心か。 B 君に何か戒心が必要だとは思えないが。しかし異空間の主という立場から解放されれば B 君を取り返せるかもしれないな。お宝の在りかを知るためにはまずこの異空間の主がここをどう認識しているかだ。この村はあいつにとっての故郷。そうだったよな。そういや自分でも居場所だとかなんとか言ってたっけか。あとあのでっかい船グランサイバーもね。故郷、居場所、ある種家とでも定義できるな。あながち間違いじゃないと思うぜ。B のやつ、グランサイファーのことをそんな風に思ってたのか。しかし、座礁したグランサイファーはどう解釈する？これは想像だが、これ以上旅を続けることを恐れてるんだろう。恐れてる？なんでだ？それはつまり、俺たちと旅をしたくないってことか？いや、むしろ逆だ。ずっと一緒に旅をしたいから先に進むことを恐れてるのさ。あいつは我が輩と同じように自分の正体について不安に思っているんだろう。正体ね。確かに B と同族ってのは見たことないが、それを知るのが怖いことなのか？当然だ。お前たちは自分の中に自分の知らない存在があるのかもって思っちまったらどうする？どうってそんな。それはすごく辛いんだ。自分の中で信じていたものが
手に崩れていくというか、我が輩には痛いほどわかる。モナ、あいつには他に居場所がないんだ。この島とグランサイファーだけが密接に結びついていた。裏を返せばこれより他に居場所がないってことだ。あいつはきっと不安に押しつぶされそうになりながらこの空間を一人でさまよってるんだ。そんな、私たちは B さんを一人ぼっちになんてしません。